土佐一条氏。土佐一条氏は日本の武家の一つ。本生は藤原氏で五石家の一条家の文家。家紋は一条富士。戦国時代に土佐国に土着し武家化した戦国大名。姉が工事し北畑家氏と共に戦国三国氏の一つに数えられる。土佐国旗軍を拠点とした戦国大名で五石家の一条家が 王人の乱を避けて中央から下校したことに始まる。土着後も土砂国にありながら高い官位を有し、戦国時代の間、土砂国の主要七国人、土砂七尾の名士的地位にあった。次第に武家家し有国への外政も積極的に行うが、慎重した長祖壁氏の勢いに飲まれ、断絶した。明治時代に入って一条家により、土砂一条家の再興が行われ、 一条家から分家して男爵が授けられている。土佐一条氏は、1468年、応仁2年に一条、金吉の子で関白の一条凶暴が、応仁の乱の混乱を避け、京都から所領であった土佐畑僧、現在の四万都市中村に下校したことに起源を有する。鎌倉時代末期から室町時代にかけて、敷地市、布市、入野の市などが畑僧の横領をもくろみ、 さらに戦乱による諸無不信に悩まされることになり、その安定化を図る目的もあったと考えられる。凶暴は、旗軍を中心とした国人領主たちの支持を得ることに成功し、文明年間には拠点として中村館を置き、以後、中村御所と称された。また、凶暴と共に、公家や武士、職人なども果たうに下校するなど、中村繁栄の基礎を築いた。 土佐で誕生した凶暴の次男一条防火は、京都に戻らず、旗僧の在地領主となり、中村御所を拠点に、土佐の中村に、京都さながらの町を築き上げ、官位も、正二位まで昇進した。防火の時代に、土佐一条氏は官僚細川氏、土佐守護を兼ねると土佐を二分する勢力となり、公家としての権威を維持したまま同国に勢力を持つ、大名として、 存在感を高めた。着防府冬の性質に、伏見宮国高親王の娘、即室には大内義雄の娘を迎え、さらに娘を伊予の西恩寺君信に嫁がせるなど、後部の有力者との婚姻を通じて、土佐一条氏の安定を図っている。また、傍家の次男一条坊通りは、京都の一条家の無こ養用となって関白に昇進している。 永雄の作乱、1507年、永雄四年により細川氏が中央に引き上げて、その影響が消えると、土佐国は土佐七尾と呼ばれる七国人が拡挙する状態となった。土佐一条氏はその上位に立ち、名詞的存在を担った。傍観は、1508年、永雄五年に、長祖壁県所が元山氏により撃たれた際、その維持区に近、元親の父を保護し、 最高を助けている。暴風以後は、公家よりも、周辺の有力大名との婚姻を重視するようになり、暴風のこの某はじめは、大友義明の娘を妻として生まれた娘を、伊藤義明に嫁がせ、某はじめのこの金さも最初は、宇都宮豊綱の娘、続いて、大友宗林の娘を妻として、近隣諸国との同盟関係の強化に努めている。暴風は、 父の死からわずか2年後、後を追うように病没している。暴冬のこの暴はじめの代では、1542年、天文11年に無本した津のはじめ高を打ち、1546年、天文15年には津のを降伏させ、同じ頃に大平市の本拠地の波水化城を奪い、高岡軍一帯を一条市の支配下に収めた。また、 伊予国南部への進出を図るなど一条氏の戦意を拡大した。しかし、1549年、天文18年、突如として自殺した、一説に暗殺。7歳で家を継いだ、某はじめのこの金さは、知性の当初を除いて、暗愚で有境にふけったため辛抱を失い、他豪族を滅ぼして、勢力を拡大しつつあった長祖壁氏、当主、 長祖壁元地が旗に信攻してきた木に一条氏の家臣は先を争って元親の軍門に降り金定は九州文豪国に追放されるこれについては文後の戦国大名をおともしらと組んで異様に信攻を繰り返すという戦国大名化した土佐一条氏の政略が石関家である一条家の権威を失墜させることに繋がったため一条家の当主一条忠元がこれを 嫌って、介入した結果だという説もある。1575年、天正三年、金貞は、今、関大友総林の支援のもとに、土佐に復権を図って攻め込んだが、1575年、天正三年の四万十川の戦いで、長祖壁軍に敗れて没落した。後金貞は、伊予宇和島の都島に陰性した。もっとも、金貞はその後も、 伊予や土佐に残る親一条氏勢力との連携を図るなど、1585年、天正十三年の休止まで再起を図っていたという。金定の隠居後に家督を継いだ子、内政は、長祖壁元地下の保護のもと、一条、忠元の推挙により左近江中条に任じられ、これによって、土佐一条家は再び石日の権威を取り戻した。内政は、大津城に入ったことから、 大津御所と称されたが、領地の中村から切り離された上、元親の婿となり、実態は、長祖壁家の区靴となった。その後、長祖壁家の家臣、並川玄馬の謀反に加担したという疑いをかけられ、追放されてしまう。内政追放後、子、正近が家督を継ぎ、呉伝御所と称された、外祖父、長祖壁元親の家臣呉伝デ貞助に養育された、ことから、 突木川合戦の後に、摂津神に任官しているが、長蘇壁氏滅亡後は京あるいは大和に退去したと言われ、その後の消息は不明である。土佐一条氏はここに耐えることとなる。1902年、明治35年に、公爵一条見、輝きの長子さ根本が、土佐一条家の再興を名目として分家し、断爵を授けられている。原始万都市中村、旧。 中村市、土佐一条市が本拠都市、京都を模した町づくりが行われたことから、土佐の小京都とも呼ばれる。古い町並み自体は1946年、昭和21年の南海地震で被災してほとんど残っていないが、依然として多くの名残が見られる。以下、中村市より、土佐一条市はその地理的条件を生かして、海上交通や、 対外貿易にも関与したと考えられている。戦前から戦後にかけて一時唱えられていた土佐一条氏の観光貿易への関与説、野村進行き、山本大螺説は、下村伊夫の研究によって否定されたものの、1537年、天文六年に、本願寺少女が一条防冬の当選造営に協力した経緯が、少女の天文日記に記されており、 琉球王国や李氏朝鮮との貿易が行われていた可能性が高く、さらに看護貿易以外のルートを用いたアキラとの貿易や東南アジア方面との貿易の可能性も指摘されている。対外貿易に積極的であった大内氏や大友氏、伊藤氏との婚姻も内外との貿易ルートの確保としての側面があったとする見方もある。 一条氏は直接的な軍事力こそ恵まれなかったものの、公益などをはじめとする領内の在地領主層の利益を擁護して、国人、土豪の支持を得ることによって、勢力を維持、拡大するための軍事力を確保すことになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。